夏期講習。どうもじゃあ篠原です。今回は夏期講習について話したいと思います。まあいるのかということですね。今大手予備校だとかいろんな予備校が夏期講習やってますよ、よかったら来ませんかみたいな感じでやってると思うんですけど、いるのかというところです。結論から言います。重要度1、〇〇大英語みたいな、〇〇大数学とか〇〇大国語みたいな大学別対策の、講座受けましょう。これは何がいいかっていうとですね、あの予備校のその内部情報、まあ、つまりこの何々大学では今年こういうのが出るんじゃないかとか、あるいは何々大学でこういうのが怪しい、重要だみたいなやつって、まあ、予備校がそのまま10年、20年、30年、何十年も経営している中でのデータがあるので、まあその読みが当たることが多いんですよ。なのでこの〇〇大英語みたいなやつ、非常に、受けた方がいいというか、まあ、非常に得です。言ったらその予備校のずっと溜まってきたデータを、たった数万円で知れるというところで、まあ、大学別のですねこういう講座ぜひ取りましょう。篠原もですね、浪人の時ですね、河合塾の、何々大英語、まあ、兄弟英語とかは、フルコンしました。英語と数学と国語ですかね、確かフルコンしたと思います。で、重要度がぐーっと下がってそれ以外の夏期講習になります。でこれ何かっていうとね、あの何々大英語みたいなやつはその30年40年の予備校の歴史データ、あるいはその講師ですよね、教えてる教員の、まあ、その勘とかそういうものがギュッと凝縮されて、まあ数万円という値段で提供されるんで、まあ1万5000円とかでね提供されるんで、ものすごくコスパがいいんですが、それ以外はね、もう正直市販の参考書で十分です。というのも、言ったらもう売られてる、まあこれはっきり言うけど、その夏期講習のテキスト、もうただのそこら辺の参考書です、はっきり言って。もう本当に普通の、1000円ぐらいで売ってる参考書を、なんか半分か半分の半分、4分の1ぐらいにカットしたやつを、1万なんぼで売ってるんですよ。だから、正直予備校のその授業、たった5時間、まあ5時間、 5コマとか、たった数時間を、何万円か払って受ける価値ありません。これを除いて、だから他のやつはもういらないです。正直家で参考書で勉強してたんで十分です。でさらに今年コロナの影響もあるんで、多分夏休み短いと思うんですよね。だからまあその短いですし、わざわざその予備校のね3密なところに行くのもどうかなと思いますし、俺個人としては夏期講習これはね、もう多少コロナになるリスクを背負ってでも行くべきだと思う。あの本当に非常にいいあの授業をやってくれるんですけど、そうじゃなかったらもういらないと思いますよ基本的には。まあ強いて言えば一コマね、取っておけば、あのそこの塾生ということで自習室とか使えたりするんで、まあその自習室目的で行くとかっていうのはありだと思うんですけど、まあ暑いしね、行く価値あるかな、金払って行く価値あるかなというところで、まあ一応俺の意見としてはこれはぜひ取るべきですけど、それ以外はいいんじゃないっていうのが一応俺の意見でした。いやまあね、ここでいやもうその夏期講習ね、あの予備校に行くぐらいだったら篠原塾入った方がいいですよみたいなこと言いたいんですけど、今篠原塾ですねほとんど空席がないんですよ。だからあのそんなことも言えなくて、なのでもう いいんじゃないですかとしか言いようがないですね。はい、っていうところでした。ちなみにいろんな予備校で夏期講習やってると思うけど、どこがいいと思いますっていうことに関しては、一応おすすめは河合塾と駿台です。どっちかがいいと思います。これはどっちでもまあ似たようなことやってるんでどっちでもいいんですけど、河合塾か駿台どっちかが一応おすすめというところですね。他の予備校に関してはちょっとごめん、俺まずそもそもよくわかんないです。あの言ったらその予備校のテキストも知らないし、どういうこと言ってるのかもよくわかんないですけど、まあメジャーなところは河合駿台なんで、まあ河合駿台でいいんじゃないかなっていうところでした。はい、ということで、夏期講習について何々大英語、自分の志望校兄弟英語とか東大英語とかそういうのは、ぜひ受けた方がいいけど、それ以外はねもうほぼほぼいらない。家で参考書とか、これまでの教材の復習だとか、そもそもその予備校に通ってるっていう人は前期のテキストの復習した方が100倍マシなんで、あのまあ、あのさらにね金を予備校に払う必要はないかなと思います。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。